大阪市立電気科学館は、大阪府大阪市西区に、かつて存在した、科学館。日本初の科学館で、通称は、電館。1989年5月閉館し、代替施設として、同年に、北区中野島に、大阪市立科学館が開業している。電気科学館の跡地に建てられた、ホワイトドームプラザ日本で最初に、プラネタリウムを導入した施設としても知られる。 大阪市電技局の創立10周年を記念した PR 施設として当初美容室や食堂やスケートリンク等を備えた電化のショールームを施行した複合施設を計画していたがその後科学館の建設に転換され1937年に開館。電気設備、製品のショールームが1階にあり全館冷房、電光サインなどがある近代的な建築物であり この地区のランドマークだった。6階のプラネタリウムのほか原理館、動力館、照明館、通信館という構造になっており、テーマ別に展示がなされていた。戦災を乗り越えて50年以上営業し、戦後は老朽化に伴い1974年には建て替え計画があったものの実現せず、関西電力からの科学館寄付の申し出があり、 当初弁天町駅周辺再開発の一環として建設予定とされたが、最終的に中野島地区に建設され1989年5月に閉館した。閉館後しばらくは大阪市立中央図書館の建て替えに伴う仮館として利用した後取り壊され、2002年にオリックスグループのビジネスホテルブルーウェーブイン四ツ橋を主テナントとする大阪市交通局所有の複合ビル。 ホワイトドームプラザが建設された。このホテルの外観は大阪市立電気科学館を模している。また、プラネタリウム機器は大阪市立化学科学館に関され2000年12月に大阪市指定文化財となっている。最寄りとなる大阪市営地下鉄の四ツ橋駅の北改札口近くにはプラネタリウムのタイル壁画もあったが、電気科学館の閉館後駅リニューアルに伴い撤去された。 電気科学館館内案内の絵葉書住所は、大阪市西区新町で、四橋交差点の北東角にあり、地下鉄四ツ橋線四橋駅と地下で直結していた。昭和13年頃1950年代後期1970年代、後期 AB 企画展、電気科学館と日本のプラネタリウムの黎明期の実写報告、過数時人 AB 電気科学館について、大阪市科学館。 abcdefghij 大阪市立科学館プレスリリース2007年3月12日 abc 社会教育施設について考える特別機構大阪市立科学館の成立をめぐって加藤健一生涯学習施設支援 wg 編集長啓白大阪市立電気科学館の残したもの鉄道を飛び出すホワイトドームプラザプロジェクト一覧 昭和設計。2016年6月16日閲覧。大阪市立電気科学館案内。2015年6月3日閲覧。大阪市立電気科学館生の友の会。月間宇宙1985年7月号。ありがとうございます。